こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は私、八王子に仕事で来ておりまして、ずっと行ってみたかった森田すごいという八王子ラーメンのお店に行ってみようのコーナーでございます。それがこちら、ラーメンつけ麺雨宮さんでございまして、やってますね。外観も素敵。そんなわけで入店しました雨宮さんでございますが、店内はカウンター席が7、8席プラス4人掛けのお座敷テーブル席が3つほどあるお店でございまして、メニューを見ていきますと、ラーメン、ネギラーメン、チャーシュー麺、ネギチャーシュー麺に大盛り特盛りとかトッピングができるっていう至ってシンプルなメニューでございますが、ネギラーメンください。今回私はネギラーメンを注文したわけでございますが、来たラーメンが予想以上すぎてもう思考停止状態に入りました。いやどうしよう、これレンゲを取ってみたはいいものの、これオンリースープとかできるやつなの、はっきり言って。いや爆盛りにも程があるでしょ。これネギラーメンネギ増しとかしてるわけじゃなくて、ただのネギラーメン注文してるだけだからね。いや何も知らずにこれを注文してびっくりしたお客さんの顔をちょこちょこ見れる店主さんがちょっと羨ましいくらいの爆盛り感というか、ここまでの量のネギを一人で一気に食べた経験ってこれまで記憶にはないですよね。やっぱりね、食べてみるとこれがピリ辛なタレがかかってて美味しいんです。お豆腐だったり蒸し鶏であったり、そういう上にこのネギが乗っててこのタレがかかってたらまた美味しいんだろうなっていう美味しさで、スープなんですけれども、基本的に僕の大好きな八王子ラーメンですから醤油ベースのキリッとしたやつで、やっぱり美味しい、大好きな感じ。そこには玉ねぎの風味もしっかり感じられます。ってことは玉ねぎも入ってるんですね、きっとね。ってことを考えながらも、もうネギ行くしかないからしばらくは。でネギ美味しいからすごくネギにはまっちゃいそう。ただ気をつけて、一応食べに来てるのはラーメンですから、ネギばっかり行っちゃうとそれはもうね、ドラクエでラスボス倒すっていう目的を見失ってカジノに入り浸ってるみたいなもんだから。だからそろそろ麺行きましょう。ほらスープにもちょっと玉ねぎ浮いてるのわかるでしょ。で麺を引っ張り出したいんですけれども、ちょっとネギがちょっとね邪魔しちゃうというか、まあ一応来た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 、ほら美味しそう。この細麺ストレート、スープの色がしっかりついた細麺ストレートなんです。この感じも絶対に美味しいし、すすってみるとやっぱりこれだよこれっていう味わいが広がります。やっぱり玉ねぎの風味とも相性がいいし、玉ねぎ増しっていうラーメンも注文してみたいなって思うくらいやっぱり美味しい。で普通に持ち上げたらやっぱりネギがめちゃくちゃ乗っかってきます、絡んできます。食感は基本ネギに持ってかれるくらい絡んできます。でたまに味変でネギなしの麺だけをすするっていう楽しみもありますよね。本来逆なんですけどね、本来すっぴんで食べてるものに何かを足して味変って言うんですけども、このラーメンの場合だけはトッピングを外した状態のものを味変って考えちゃうくらいのネギ量で、贅沢にこれだけの量の麺を食べちゃった後の次の一つかみはネギ多めっていう、このお店のみのあるある。これはもうローカル中のローカルのあるあるだよね。昔さ、街でもらったマクドナルドの東京で使える割引券の下の方にちっちゃく「かっこ町田市は除く」って書いてあったのよりもローカルあるあるだよね。なんてことを思っていたらここで事件発生ですよ。なんとネギの向こうにチャーシューがありました。なんかチャーシューを発掘する感じでございましたが、チャーシュー発見で、しかもめちゃくちゃ美味しそう。チャーシューありがたいね。これはもう食べましょうと見せかけてネギ行くから、やっぱりねネギの量がこれだけ多いといつも以上にチャーシューのレア感が増すから、だからこれでもかっていうくらいのベジファースト決め込むから、これくらいまで来てようやくチャーシューを食べていきますし、ネギもやっぱりちょっとプラプラついてきてますから、それにしてもやっぱり分厚いし柔らかいし、スープも染み込んでるし、めちゃくちゃ美味しいチャーシュー。そんで終盤になってようやく海苔にも目を向ける心の余裕ができまして、一気に巻き込んですすり込んで、いやー美味しいね、ほっこりするね、海苔増しも注文してみたいね。全部海苔とか玉ねぎとかさ、ネギも全部増したらどうなっちゃうんだろうっていう、その夢盛りも楽しんでみたいっていうか、夢盛り
夢がもりもり、なんか懐かしいねなんてことも終盤になって思い出したりしながら、最後残ったスープからネギをちょこちょこ食べてごちそうさまでした。そんなわけで食べてまいりまして、いや、とんでもない怒涛のネギの迫力でございまして、楽しいメニューでしたし、ラーメンの部分も美味しかったと思います。っていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、マサ K さんからのコメントでございまして、長くなる方法を教えてください。いや、目的語なくても分かっちゃうのが悲しい。